手賀城は下佐国にあった日本の城。東葛飾軍士によると、千葉市の一族と考えられている原足が城主であった。松下国夫は、道書掲載の経図から、相馬軍手賀を最初に千葉勝種からもらい受けたのは原種貞で、その後員親、久し種と渡ったと述べている。松下はさらに、松戸市大屋口に伝わった、八木原文書によれば、 手賀の原氏が、安房の里見氏が、天文末に、桜の千葉氏を放置した際や永禄九年の上杉、謙信の薄い攻めの際にどちらも、守兵三百機を持って駆けつけたとあることから、種貞の頃から、原氏が、手賀城を本拠にしていたことは、間違いないだろう、とも述べている。種親の没年について、阿弥子市内の仙泉寺には種親の遺牌があり、 そこにて没年が1588年との記述が、あるが子供である種久の年齢からすると、東葛飾郡市の記述にある通り1578年とした方が適切と見られている。1590年、小田原征伐によって廃城になった。しかし、手賀城は、追記念など不詳な点が依然として多い。北には、手賀沼沿いの低湿地が広がり、東と、西は、 オタリツ南は、このタニツが接近して、安部となっている。移行は、東西と南北に、それぞれ、約200メートル確認され、南以外は、旧外が取り入れられている。移行の標高は、約19メートルで、阿鼻コ大地を展望することが可能である。北側の低湿地とは15メートルほどの飛行差がある。東方5キロメートル離れた。 草城も見えるというので高立地であろう。他の敷地については、詳細がわかっていないが東と西から谷頭が迫る台地の先端部分まで、ほぼ台地の全域に城郭があったと考えられている。現在は手賀の集落が展開しているため移行の全容を把握することは難しい。構造としては、半島上台地しめじ形式の平山城で現状残る土類、 カラボリなどは宅地化により完全に残っているものはない。核は把握できる限りで8つあり、大地の北端の本格は北と東の二面に一部土塁があり、東側はその外に犬走り構造が見られる。西側には掘り道がある。過去には南にカラボリがあったと言われているが、現在は消滅している。二の丸は幸福院の境内に二の丸跡として伝わっている。 三の丸は二の丸の南東にあり、二の丸との間に土イが存在するものの角の形は、はっきりとわかっていない。四角、五角は、本丸や二の丸の西側にあり、四角は、東側の二の丸との境に、土イ、五角には、土イと空堀が交互に二重構造になっており、本丸との境を形作っている。ありがとうございます。